時は来たれり。予測を違えることなく連合軍はガダルカナル上陸に失敗した。しかし敵はこの地域における影響力を失ったわけではなく、現在も何らかの攻撃準備とおぼしき動きが見られる。この情勢下においては帝国海軍が隙を見せることなく行動することが最重要課題となろう。そのためには定期的な哨戒及び偵察が不可欠である。我々は何より敵の勢力及びその位置の把握に努めなければならない。君にはガダルカナル島周辺の警戒に当たってもらう。はい。米国はこの島を重要視している。連中が舞い戻ってくるならば阻止せねばならん。何にせよ戻ってきた敵は撃滅するのだ。はい。味方の艦が駐輪基地を制圧中。押されている。敵の基地を占領。地図で戦闘状況を確認できる。うまく活用すれば各部隊の動きを把握したり、敵の偵察状況や現在の目標を確認できる。急げ、島を制圧するんだ。地図で自軍の動きを把握しろ。いえ、今ならまだ連合軍の守りは手薄です。急げば敵に奇襲を仕掛けることができるはずです。敵艦発見。敵艦沈没、どんどん沈んでいきます。敵艦隊、接近していきます。総員、戦闘準備。何としても基地を守れ。敵の駆逐艦、数隻が接近中です。撃沈しろ。我々に歯向かったことを後悔させてやれ。損害多数、敵艦隊に圧倒されます。なんたるざまだ。各艦全力で応戦しろ。全力だ。魚雷を広範囲に発射し攻撃効果を高めるんだ。了解、攻撃開始。撃てー。命中。偵察機の情報によると敵艦隊は軽巡洋艦2隻、1隻、駆逐艦3隻で構成されている模様。島の狭間に敵巡洋艦を発見。すぐに攻撃させろ。交戦許可、了解。敵襲です。指定目標を叩きます。本艦が攻撃を受けています。攻撃を受けています。艦隊に損傷が発生しています。命中。エンジンが停止しました。浸水しています。損傷を修理しています。猛攻撃を受けています。火災が発生しました。消火完了です。水戦艦の船体に穴が。ポンポンを稼働せよ。沈没する。本艦は沈没する。本作戦にとって深刻な損害だ。優秀な乗組員まで失ってしまった。何をしてる。これ以上の失態は許されんぞ。基地を守り抜け。いかなる犠牲を払っても死守せよ。各家庭に応戦させろ。これより本艦も交戦する。よろしい。各艦、米軍に発見されました。何？問題外だ。攻撃だ。確実に始末しろ。標的に命中。山本さん。各艦、敵の駆逐艦数隻が接近中です。構わん。敵の攻撃に備えろ。何をしている。失敗だ。
の力はその程度ではないはずだ。集中しろ。バカモン。恥さらしめ、もう一度だ。敵が蹂躙基地を占領、押されている。接近してきます。分かっている。前方に敵の駆逐艦発見。魚雷の発射制御をしている模様。直ちに撃沈せよ。敵の攻撃です。危なかった。危うく沈められるところだ。ドンピシャだ。敵が遭難信号を発信しています。時間がかかったが、まあいいだろう。敵の基地を制圧中。回避してください。敵艦の撃沈を確認。海の向かずです。奴らを本気にさせてしまったようです。被害が出ています。整備班準備完了です。やりました。猛攻撃を受けています。敵の軽巡洋艦接近していきます。交代せよ。危険を犯す必要はない。修理中です。敵の基地を占領。突撃です。炎上しています。エンジンが停止しました。やりました。火災が発生しました。火災警報点灯。火の海です。敵艦は虫の息です。もう一度攻撃すれば確実に沈むな。自信はあるか。はい。火災発生。敵艦の被害甚大。沈みます。機関損傷。出力低下。砲艦はもう持たん。脱出しろ。砲艦は沈没する。総員退避せよ。敵は制空権を失った。我
戦争の終わりは近い。今や大日本帝国は太平洋全体に広がりつつある。敵はこの日のために戦力をかき集め、最後の抵抗に出ようとしている。無論彼らの抵抗は無意味だ。東方作戦は必ず成功する。報告します。先ほど戦1号作戦が開始されました。まもなく到着します。よろしい。あとは大和が沿岸部を制圧してくれる。閣下、駆逐艦が逃走します。放っておけ。ワシントンの連中にここでの恥を報告させてやろう。しかし戦いが進むにつれて海軍と陸軍の協調は進んでいる。はい。我が海軍はいずれハワイをも飲み込むだろう。はい。上空に撃機。対空砲火を集中しろ。一匹も通すな。我が方の基地が占領されつつあります。敵の水平爆撃機です。数が多すぎます。キリがありません。米国の生産能力は桁外れだ。このままではこの戦争に勝利することはできんだ。命中減少しています。標的に命中。敵は相当されました。戦闘やめ。総員退去。作戦失敗。龍城撃沈去る。繰り返す。龍城沈没。接近を確認。応射しろ。弾幕を張れ。敵が中立司令部を占領。ここが落ちるのも時間の問題です。全体が破壊されました。我々は最後の一兵まで戦います。偉大なる精神に血潮がたぎり、戦友たちの血が天皇に命を捧げる勇気を与えてくれる。心には二つの魂が宿る。やがて空へ飛び、この命を懸けて使命を全うするのだと思うと、喜びに胸は高鳴る。それでも死は恐ろしい。この恐怖を乗り越えられるだろうか。敵も同様に強く恐れを知らない。死は免れない。どうせ死ぬなら英雄として死にたい。飛行場との通信が途絶しました。砲撃により壊滅した模様です。これ以上の抵抗は不可能です。もはや我々が祖国の地を踏むことは許されんな。大日本帝国の恥として永遠に語り継がれるだろう。味方の艦が中立基地を制圧中。敵襲来。対空戦闘を用意。何としても基地を守れ。味方の艦が敵の基地を制圧中。なんだ。いや、気にするな。敵の基地を掌握しました。残された最後の司令部だ。いいぞ、我が軍が優勢だ。奴らに我々を止めることなどできん。攻撃されています。船体に避難。浸水が発生しています。奴らを本気にさせてしまったようです。攻撃機が接近中。基地を使え、応戦しろ。反撃するな。敵に突き当てさせるな。魚雷だ。直ちに回避行動を取れ。彼の名はヘンリー。敵撃墜。万歳。貴様通信機率を守るか。敵の司令
を占領。いいぞ。だがまだ祝杯をあげる時ではない。治水艦避難、浸水しています。総員、排水に当たれ。辺り一面火の海です。機関損傷、出力低下。増援がいる。司令部に要請してくれ。猛攻撃を受けています。これ以上航空機を発進させるのは賢明ではない。所在地を把握できていない敵空母の存在もある。だが我々はすでに期待通りの戦果を上げた。米国太平洋艦隊はもはや壊滅も同然だ。前機に次ぐ空母に帰還せよ。任務完了、帰還する。日本軍が勝利した。日本の勝利である。